ライマ島演武の最終戦始まるみたいね。よし、今がチャンスだな。でもバレないようにお城に忍び込むにはどうすれば。大丈夫、考えてあるから。さすがミラだ。よし、結局どうすんだ、いっそやっちまうか。ここは私に任せて。なるほど、兵士のふりをして潜入するわけですね。でも私たちはどうすれば。私に捕まったふりをすればいいのよ。なんだそいつらは。侵入者だ。あの妖精の娘を助けに来たんだろう。フェアリーテイルか。陛下も国防大臣もいないし、牢に入れておくしかなかろう。了解。おい、牢はこっちだぞ。あ、すまない、ここに配属されたのは最近でな。うまくいったな。姫様、今が好機かと。そうですね、始めましょう。エクリプス2計画を。
勇士。ナツ、ウェンディに皆さんも。オイラたちもいるよ。みんな、どうやってここに。ねえ、精霊の鍵見なかった？兵士に持ってかれちゃったんだけど。お願い。よし、ぶっ壊せ。離れてろ。あとはどうやって脱出するかね。できることなら誰にも見つからずに城を出たいな。あの、待ってください。雪の？エクリプス計画は今夜実行しなければなりません。大臣から指揮権を奪い返す必要がある。力を貸してくれないだろうか。なんで俺たちがやんなきゃなんねんだよ。人類の危機が迫っているのです。エクリプスを起動しなければ。まず姫に会われるがいい。その上でエクリプスが正しいかどうかは君たちで決めてくれて構わない。そう言うんだったら仕方ねえか。考えるのは後、姫に真実を問いただしましょう。誰だお前。姫様、大変です。魔導士に脱獄されました。やはり。ダートン、陛下と共にドムスフラウに行ったのでは。それはどういう意味です？
あなたこそ裁判を待たずにアルカディオスを投獄するなど。そこまでお見通しでしたか。さすがです。いいえ、おそらく世界は変えねばならないでしょう。これは誰にも言ってはならないとあの方との約束だったのですが、あなたには話しておいた方が良さそうですね。エクリプス2計画のことを。これが本当のエクリプス計画です。この計画が失敗すれば明日この国は滅びるのです。なりません。私とてあの方の言葉半信半疑なのです。あの方は未来を知っています。大魔党演武の結果を知っているのです。あるギルドがありえない結果で優勝すると聞いています。特殊な結果ゆえ予想は不可能。もしもこの結果が現実になることがあれば、私はあの方を信じようと思うのです。それに足る結果なのです。私は未だにその結果を信じられないのです。あの方の言う未来は全て真実と言っても良いでしょう。私はエクリプスの扉を開きます。あの方は未来から来たと言ってました。鍵はすでに用済みです。昨日のうちに12の鍵を使いエクリプスの女王を外しました。あとは扉を開くだけです。人間の手で。私一人では無理です。だからあなたの認可と、本当はアルカディオスにいてほしかった。扉を開くかどうかは大魔党演武の結果次第。今は大会を見守りましょう。知らせようと。未来のルーシーが体験した事実というわけか。何言ってんだ、あんな奴らに捕まるわけねえだろ。そうね、さすがにやられる気がしないな。私たちは逃走中にエクリプスに接近しちゃうの。そのせいで魔法が使えなくて全員捕まっちゃう。そりゃドジだな。運が悪かったとしか。あの時が来るまで私たちは牢の中にいた。あの時、あのルーシーさんはどうして未来からやってきたんですか。最悪の未来を変えるため。最悪の未来だ。一体あなたのいた未来に何が起こったのですか。この先に待つのは絶望。1万を超えるドラゴンの群れがこの国を襲ってくる。町は焼かれ、城は崩壊し、多くの命が失われる。な、うん、じゃあ、そりゃ声が大きいぞ。大変だ。1万
を超えるドラゴン。なんでそんなことに。もしかしてドラゴンのお墓と関係あるのかな。どうかしらね。なんということだ。とにかくこうしちゃいられねえ。戦闘準備だ。戦うの？無理があるよ。みんな信じてくれるの？嘘なのか。違うけど、こんな話誰も信じてくれないんじゃないか。なんでルーシーの言葉を疑うんだよ。未来の自分ながら情けない。もっと仲間を信じなさいよ。自分に説教を。でもそうだよね。これで繋がったわ。崩壊するメルクリアス、城の中で歌う、いいえ、あれは泣き叫ぶルーシー。泣く？なんで？ねえ、ドラゴンが来た時、同じ城の中にいた私たちはどうなったの？シャルル、察してあげよう。多分私たちは死んじまうのか。そんな、オイラたち死んじゃうの？私といたから不運にも。何日経ったか覚えてない。目を覚ました私はエクリプスのことを思い出した。起動方法なんてわからなかったけど、無我夢中で扉を開けた。過去に戻れるかもしれないって信じて。そしたらね、本当に過去に戻っちゃったんだ。791年7月4日に。4日ってつい最近じゃないか。エクリプスってそんなちょっとしか過去に行けないの？わからない。一部壊れてたからそのせいかもしれないし。なるほどな。姫に助言をした謎の未来人とはこいつのことだったのか。しかし気になるな。町は大魔党演武を撮影してるラクリマがそこら中に配置されてる。地下を通ってジェラールたちと合流してほしいの。ジェラール？彼には全部話してある。今対策を練ってるはずだから。対策を練るって？ごめんね、私は未来から対策を持ってきたわけじゃない。あの事態をどうすれば回避できるかわからないの。やはりお前が姫にエクリプス2を助言したはず。それと4日に来たというのも嘘だ。何のために仲間に嘘をつく。本当ごめん。これじゃあ私何のために来たのか。今日までどうしていいかも分からずに街をうろうろしてた。いや、俺たちが何とかする。ありがとうな。俺たちの未来のために必ず未来を変えてやる。誰も予想できなかった未来を言い当てた。やはりあの方は正しかった。あの方の言う未来は全て真実。これより人類の存亡をかけた戦いが始まります。エクリプス2改めエクリプスキャノンを地上へ。よし、休憩終わり。先に進みましょう。アルカディオスさんがいません。何？なんで勝手なことするかな。アルカディオス大佐、あなたには王国反逆罪の容疑が。姫はどこに？あ、いや、すでにエクリプスのところか。確かめねばならないことがある。あれは嘘をついている者の涙ではない。嘘をついているのは姫の方だ。また出てきやがった。やるしかねえか。
アルカディオスさんを探さなきゃ。それにエクリプスも気になる。さあ行くわよ。扉アクエリアス。おれおれテングルの初めテイクオーバーサタンソウル私たちに勝ちね。姫。アルカディオス様。ここに集まっているのはすでにエクリプス2のことを知っている者たちですか。ええ、今すべての兵に情報共有させています。あの未来から来た方の言葉は真実でした。これよりエクリプス計画は第二計画に移行します。ゼレフ教を消滅させるための第一計画は破棄なさるのですか。いいえ、今は目の前の脅威を取り除くのです。我が主君の言葉を疑うなど騎士道にあってはならぬ。あなたの言葉が正しいとき、私はこの命を捨てましょう。一瞬でも我が主君を疑った不名誉ととも、私は死ぬ覚悟です。姫、真実を語ってください。アルカディオス様、これは一体。私は姫の言う未来人に会いました。エクリプス2のことなど知らなかった。これから起こることは知っていたが対処法がないと涙を流した。いえ、あの方ははっきりと対処法を私に示しました。ではその未来人が嘘をついていると。私には彼女が仲間を騙して得することが思い浮かばない。彼女？ん？私に助言した未来人は男性の方でした。そういうことだったのか。ジェラール？俺はこんな単純なことを見落として。どうかしたの？未来のルーシーは7月4日に来たと言った。しかし実際には3日の24時。毎年謎の魔力を感知しているのにやってきたのは最近？いや、7年間我々が感知していた魔力の正体はエクリプスで間違いない。今年はそれが人間だった。エクリプスというゼレフ書の魔法を使って未来からやってきた。そのためゼレフに似た魔力が体に残留してしまったんだ。もし未来から来たルーシーの話を全て信じるなら、ルーシーが来たのは3日の夜ならば、7月3日の夕刻に見たルーシーは、俺が3日の夕刻に見た人影はルーシーではなかった。もう一人いたんだ。もう一人いたってどういうこと？そいつもエクリプスを使ったせいでゼレフに似た魔力を帯びている。ルーシーは未来を救うために来た。もう一人は何のために来た？もう一人の未来人、狙いがわからん。城へ急ごう。さて次は、お前誰だ？影が伸びる先は過去か未来か、人の心か。懐かしいな、夏ドラグニャ。
俺はここより先の時間から来たローグだ。ローグ？あのセイバートゥースの？未来から来たっていうの？私以外にも？なんで？お前、なんか雰囲気変わったな。何しに来たの？未来から。扉を開くた。エクリプスのこと？エクリプスには2つの使い道がある。一つは時間の移動、もう一つは攻撃用兵器エクリプスキャノン。1万のドラゴンを倒せる唯一の手段。1万のドラゴンを倒せる？じゃあ話は早えな。味方ってことじゃねえか。やった、ドラゴンを倒せるんだね。未来は救われるんですね。いいや、話はそんなに単純ではない。俺は今から7年後の未来から来た。7年後、世界はドラゴンによって支配されている。生き残っている人類は1割にも満たない。もちろんエクリプスも現在ほどの力を持っていない。今ここでドラゴンを止めなくばこの世界は終わる。だから扉を開けてぶっ放すんだろ。ドーンって、単純じゃねえか。しかし7年前、つまり現在、扉を開くのを邪魔する者がいた。そいつのせいで扉は開かなかった。1万のドラゴンに向かいエクリプスキャノンを発射できなかった。世界を破滅へと導く者がいた。俺はそいつを抹殺するためにここにいる。そうね、その人にも事情を話せば邪魔なんかしないんじゃないかしら。何も殺す必要はない。大きな時の接合点では言葉で行動を制御できない。たとえ今説得できたとしても、そいつは必ず扉を閉める。そう決まっているのだ。決まっている？運命からは逃げられない。生きる者は生き、死ぬ者は死ぬ。扉を閉める者は扉を閉めるのだ。たとえ何があっても生きている限り。よくわからねえ言い回したな。つうか、その邪魔者って誰なんだ？お前だ、ルーシー・ハートフィリア。ルーシー、ルーシーが二人だと。しっかりして、ルーシー。私、扉なんて閉めてない。分かってる、私はそんなこと絶対しない。なんで自分をかばったの？あんたの方が過去の私だから。あんたが死んじゃうと、どうせ私も消えちゃうの。自分に見取られて死ぬのって変な感じ。私だって変な感じよ。死なないでよ。もういいの。二度と会えないと思ってたみんなにもう一度会えた。私はそれだけで幸せ。ルーシー、嫌だよ、死なないでよ。私はこの時代、この世界の人間じゃない。この世界の私は仲間と一緒に生きていく。悲しまないで。悲しいよ。どこの世界から来ようと、誰が何と言おうと、ルーシーはルーシーだよ。仲間なんだよ。悲しいに決まってるじゃないか。ねえ、ギルドマーク見せて。あんた、右手。
ツー見て、フェアリーテールのマーク入れてもらっちゃった。もっと冒険したかったな。未来を守って。扉を閉めた自覚がなかった。何が扉よ。私はそんなこと絶対しない。なのに今はな。だが数時間後にはお前は扉を閉める。私は扉なんか閉めない。めちゃくちゃなこと言って、あんた何が目的なの。扉は閉まる、そう決まっている。お前が生きている限り。未来の私が閉めないって言ったんだ。私は自分を信じる。お前の言葉に真実などない。全ては運命によって決まっていることだ。運命なんか焼き消してやる。ルーシーの未来は誰にも奪わせねえぞ。未来を守って。約束する。ルーシー、ここから離れろ。でもここは夏に任せよう。狙われてるんだよ、あいつから逃げなきゃ。逃がすか、シーハートフィリア。させるか。あなたが、私たちがここで止める。邪魔だ、ドラグニュー。お前を殺しても歴史に何の影響もあるまい。お前そんな奴だったか。歳月は人を変える。ここで死ねる、夏ドラグニュー。お前は俺の目の前で大切なものを奪ったんだ。お前のやり方は信じねえ。俺は俺たちのやり方で未来を守る。それがお前の力か、夏ドラグニル。モード白エリン、俺が光と闇の相続者。スティングを殺して奪った力だと言って、この時代から見ればもう少し先の話だが。お前そんなに命を何とも思わねえやつだったのか。そうだ、お前もここで死ね。お前がどんな力を持っていようが、ここから先へは行かせねえ。もう二度とルーシーには近づけさせない。白栄流の真相。テイクオーバー。力のぶつけ合いってことでいいのよね。ギリギリ。ああ、
クオーバー、サタンソウル、チコリ。グレンフォーワーカーン、もう終わりか。暴れたんねえぞ。無駄なあがきを。悪影流の侵食。余興は終わりだ。悪影流の足切るか。フラッシュフォワード。邪魔が入ったか。やられた。ナッツ、しっかりしなさい。メルディ、応急薬を急いで。うん。何よこれ。ナッツ、まずい、影に囚われてしまう。これよりドラゴン迎撃に備えてエクリプスキャノン発射シークエンスに移行します。会場。姫の意志、最後まで見届けよう。ドラゴンの進軍状況は？西方、東方の観測所、いまだ敵影なし。住民の避難の方は？兵士たちが順次誘導しています。願わくば一撃で全滅させたい。これだけの魔力再装填には年単位の時間がかかります。すごいところに出くわしちゃったわね。扉が開くとこみたい。隠れてる必要はない。出てきなさい。オイラたち何も悪いことしてないぞ。あんたと大臣が一緒にいるってことは。フェアリーテイル、この度は申し訳ありませんでした。今は緊急事態のため、正式な謝罪は後日改めて。お姫様だ、シャルル。それと大魔党演武、優勝おめでとうございます。優勝。皆さん、やったんですね。さすがだな。なんで扉を開いてるの？まだドラゴンは来てないのに。ドラゴンのこと。ええ、彼女らも事情は知っています。そういえば未来から来た君は？殺された。もう一人の未来から来た男に。その男は言ってた。私が扉を開くのを邪魔したせいでエクリプスキャノンが撃てなかったって。だから君を殺そうと。邪魔をするのですか？そんなことしません。だけどどうしてドラゴンが来てないのに扉を開いているのか気になるんです。単純なことです。砲撃までの時間がかかるからです。ドラゴンが現れてからの開門では間に合いません。本当にドラゴンを倒せるんですか？全部。確実とは言えませんが、最悪の事態に備え陛下も策を講じているはずです。というわけで大魔党演武の余韻に浸る暇もなく、大変心苦しいのだが、今この国は存亡の危機にあるとさっき聞いた。1万のドラゴンですと？今城では大規模な作戦が遂行されておる。エクリプス計画。この作戦の目的は1万のドラゴンを一掃するというもの。しかし相手は大軍ゆえ必ず数頭、あるいは数百頭かが生き残ると推測される。魔導士ギルドの皆さん、どうか私たちに力を貸してください。生き残ったドラゴンを皆さんの力で倒してほしい。この通りです。この国を救ってください。おう！
当然だ。任せとけ。私たちの仲間が王国軍に捕らわれているのだが。無事です。さっき姫と合流したとの報告が。よし、もう一暴れするか。ドラゴン、俺たちの出番ってわけだな。頑張れスティンガ君。クラウも応援する。全てのギルドの意志が一つ。いいや、みんな戦うのだ。お前との共闘も懐かしいな。足引っ張るなよ。ウェンディは無事なの？おそらく大丈夫ですよ。戦じゃの。ああ、やってやろう。ありがとう、ありがとう、ありがとう。カモ。見ろ、人類の希望の扉が開く。勝利の扉が開くぞ。すごい魔力だね。ヒゲがピリピリする。確かにこれならドラゴンを一掃できるかも。これほどの魔力が一箇所に。これで未来は救われるんですよね。うん。未来から来たルーシーさんも浮かばれますね。ルーシーさん？ダメ、扉を開けちゃダメ。今すぐに扉を閉めなきゃ。扉を閉めて、今すぐ。その扉を開けちゃダメ。ルーシーさん、どうしたの急に。何を言って。お願い、扉を閉めて。なりません。これは大軍のドラゴンに対抗できる唯一の兵器。今扉を閉じたらエクリプスキャノンは撃てない。エクリプスキャノンなんてない。あれは扉、時間をつなぐ扉なの。その蓄積された魔力を放出するのがエクリプスキャノンです。それは違う、あれは兵器なんかじゃない。その辺にしておけ。この国の姫君にあらせられるぞ。あの扉は400年前とつながって。すごい地響きだ。そんな、嘘だろ。扉からドラゴンが。これほど。なんか嘘だ、こんなの勝てるわけねえ。出てきた。どうなってやがる。まだ出てくるぞ。扉はどうやって閉めるの。早く。そこの台座で。このトリガーを引くのね。精霊魔導士の力で。1万のドラゴンはエクリプスから来るんですね。また一頭現れたぞ。ルーシーさん、扉はまだ閉まらないんですか。次から次へとドラゴンが出てくるよ。なんで扉が閉まらないの。私の選択のミスで世界が終わる。世界がドラゴンの怒りに染まる。私はそんなの嫌。もう一人の私の分まで生きるんだ。私の分まで笑って泣いて生きていくんだ。だから私は未来を守る。この地響き、夏しっかりして。どうしたらいいの。行かなきゃ、約束したんだ。未来を守る。
さて、テイクワン。力のぶつけ合いってことでいいのよ。相手になってテイクオーバー。力のぶつけ合いってことでいいのよ。精霊魔導士の力が足りない。私がいます。雪の。ルーシー様、王道十二門の鍵を出してください。私の鍵と合わせて十二の鍵で扉を封じます。精霊で。ルーシー様。わかった。鍵が金色の光に。王道十二門の精霊たちよ、悪しき者を封じる力を貸して。開け十二門の扉。ゾニアック。すごい、全部の精霊が。喜ぶのはまだ早い。何頭のドラゴンが出てきた？7頭です。やってくれたな、ルーシー、雪乃。だが7頭もいれば十分。夏はどうしたの？正直、一万は制御しきれん。何の話？あの方は私に未来を告げた。奴が姫を騙した未来人。あんた、まさか最初からそれが目的で。よく聞け、愚民ども。今より人の時代は終わりを告げる。これより始まるのはドラゴンの時代。手始めにこの町にいる魔導士ども皆殺しにしてこい。さっき制御とか言ってたが、まさか。ドラゴンを支配する秘術、双龍魔法。あいつの目的は何なの？わかりません。こんなことに何のメリットが。ここはお前に任せるぞ、ジルコニス。はははうまそうな人間どもだ。あいつはドラゴンの墓であった。我が名はアトラス・フレイ。貴様に地獄の炎を見せてやろう。
夏ドラグニュー、街を見ろ。もう何をしようが手遅れ。終わりだ。お前の目的は何なんだ？7年後、世界はドラゴンによって支配されていると言ったのを覚えているか？だがそれはエクリプスからやってきたドラゴンではない。支配者の名はアクノロギア。たった一頭のドラゴンによって世界は支配されている。戦える魔導士もギルドも存在しない。恐怖に怯える日々。俺はドラゴンを操る秘術を編み出したが、アクノロギアには効かなかった。もはやアクノロギアを倒せるのはドラゴンだけだ。そのためにドラゴンを呼んだのか？それだけではない。アクノロギアを倒せば俺がドラゴンの王だ。お前支配する側に回るんだ。ゾクゾクする。お前は本当に運が悪い。聞こえるか！熱流魔法ならドラゴンを倒せる。今日この日のために俺たちの魔法があるんだ。今戦うためにドラゴンスレイヤーがいるんだ。行くぞドラゴン狩りだ。